電話で予約しなくちゃいけないのかなと思ったんですけど、そんなことなかったですね。これが今日のスペシャルで、私はですね、このサーモンベイクトインなノンファットヨーグルト、あの別にファットがあってもいいんですけど、なんかこうヨーグルトで煮た、あ、ベイク、このサーモンベイクトインな、まあ、このヨーグルト、レモン、ディルソース、これを頼むことしましたね。で、うちの子はね、うちのダニエルはこのクラブスーププラスコーンチャウダー、これにするそうですよ。ハッピーフォース、まあ7月4日独立記念日なんでね、デイリーメニュー、うん、で今日の魚ということでね、じゃあこれにしますか。Fries, applesauce, corn salad, which is cold. And what's the other one? French fries, coleslaw, applesauce, or cold corn salad. May I have applesauce? Sure, and one more. How is the corn? It's cold with red and green peppers, onions, and a light vinaigrette. Okay. Try that? Yep. All right. And for me, I'm going to have the fish burger, the mahi. The kazari ga kou.おしゃれなデザインですよ。夕食を注文しました。で、うわ、何これ、ちょっと何これ、なんかキリスト教のあれですかね、なんかね。で、プリ、なんかこれ、貝を、貝殻捨てないでくれって書いてありますね。で、あの15分から20分ぐらいかかるそうなんですね、あの注文してから食べるものが出来上がるまで。で、どこで食べようかっていう話なんですよ。で、私てっきりホテルに戻って食べるのかなと思ったんですけれど、まあ私の主人がですね、食べるところを探すって言うんですよ。だけどこの辺ってあの、まあ、観光で有名なとこなんで、なんかあんまり家族の、 あのなんか小さい子供がいっぱい住んでる住宅街って感じじゃないんで、公園とか見つけられるのかなとか思うんですよ。はい、お、これはなんていうあれですかね、鳥さんね。このベンチでももう日が陰ってきてるんで、陰ってきてもう6時半ぐらいなんで、別にここで食べても構わないんですけどね。食べるところ見つからなかったらどうすんのとか思うんですけど、あ、ちょっと音がちょっと聞こえてきますね。はい、鳥が、はい、鳥になりたい人がいますかね。まあ、私日本人 YouTuber の中では、ミニマリスト&フリーダムさんって方の、まあ、私ファンなんですけどもね、まあ、鳥になりたいとかね、ちょっとそういうビデオもしかしたら近々上げられるかもしれないですね。パノラマ上に見てって感じですね。はい、ニュージャージーは、ガーデンステートっていう
ふうに、まあ、ニックネームと言いますか。で、まあ、確かに庭が綺麗なお家が多いかなみたいにちょっと思いましたけどね。でホテルから出てなんかあの一軒家とか多かったんですけど、なんかこの辺なんかレンタルで使ってる家が多いのかな、バケーションレンタルとか、まあ、あのいわゆる短期間のショートタームレンタル、まあ、Airbnb とか Booking.com とかそういうのしてる家が多いのかなみたいな、なんかあのちょっと家が空っぽっていうか、なんかあんまり人間の匂いがしない家、一戸建ての家がちょっと多かったような気もしますね。で道すがら運転してて、私の主人が思ったことには、この辺あの別荘地なのかなみたいなことを言ってましたね。まああのあんまりこう生活感のない一軒家が多いかなっていう気がしましたね。まあ明日あたりちょっと移してみたいなと思いますね。じゃああと5分ぐらいしたら、注文したものが出来上がって名前呼ばれるかもしれないですね。はい、ではちょっと一旦失礼します。白い花、ね、何の花でしょうね。なんかこう腕を広げるような感じで、咲いてますけどね。この前にあるあのタウンハウスみたいな、なんかこれ人間の匂いがしないっていうか、なんかあの、セカンドハウス、別荘なのか、それともバケーションレンタルとして、まあ、投資で使ってるんですかね。まあ観光の場所ですよね。ちっちゃい船とか、あのなんかマイアミバイスを思わせるようなジェットスキーとかしてる人がいましたね。あー、してますよ、あのマイアミバイスを思わせるような。あ、これ座ってする分ですね。座ってなんかあの立ってする分だと腕をキュッて掴まなくちゃいけないんですもんね。私したことあるんですよね。あの27歳の時となると、24年前か、あのメキシコのカンクンに行った時にジェットスキーしたことあるんですよ。でこう立ち上がる分で、そうすると握力がすごい必要で、次の日ちょっとかなりこう筋肉痛みたいになりましたね。まあ座ってする分の方がいいと思いますね。マイアミバイスなんかではどうだったのかな、座ってしてましたかね。フロリダ、マイアミとかフロリダって日本からすごい遠いイメージがあるんで、なんかおしゃれなのかなみたいに私高校生の頃はちょっと思ってたんですけど、あ、食べ物が来ました。はい、はいはいSo this place is supposedly really good too, this Anchorage Tavern. このアンカレッジタバーンっていうレストランも、あの、いいレビューがついてます。Obviously we're not going there tonight, but... まあ、今日はちょっと無理ですけど。うん、まあ、この辺はちょっと住宅街っぽいですかね。こうなんかこう生活感がある家が。See, this place has a place to eat outside. Summer's Point、ここサマーズポイントっていう、まあ、町の名前ですね。私何どこもここもアトランティックシティなのかなとか思ってしまいましたね。 H ホスピタル、でこっちは教会ですかね。 What about you?、うん、What? You hungry? I'm pretty hungry、お腹空いたそう。
か若い人が多いっていうか観光で来てるのかな、若い人たち。あ、教会が多い、カソリックスクール。ちょっと早くてちょっと読めなかったですね。あ、なんか空き家、なんか時々空き家がありますね。あ、古くなっちゃったんですかね。あ、これわーわー、これはあの、わーわーはですね、コンビニエンスストアですかね。あ、ちょっと ストップサインでちょっと隠れてしまいましたね。あ、ここにある。ということで、あ、デイリークイーンね、アイスクリームお店。まあこれは全国にチェーン店がありますよね。あ、子供用の歯医者さん、チルドレンズデンティストリー。あ、なんかこう木がこうかぶさってる、なんか泥棒に遭いやすいんじゃないかなとか余計なこと考えちゃうんですけどね。あ、生活感のない家が ところどころちょっとあるんですけどね。あ、だけど、子供のなんとかとか、あとカソリックスクールとかそういうのあるから、住宅街でもあるんですかね。じゃあ、ホテルに戻ります。はい、ホテルに戻ってきてですね。で、ここに、はい、ここにテーブルがあって、ちょっとまだ日が当たってるんですけどね、まあ、彼がここで食べたいって言うんで、ここの外で食べることにします。これが、ヨーグルトソースの鮭でコーンと、はい、じゃあいただきます。これお魚のバーガーですね。で、フレンチフライとで、カニのスープです。では、いただきます。